能登半島地震で甚大な被害を受けた輪島朝市が今日金沢市で出張開催され、大勢の人でにぎわいました。出張輪島朝市は復興への一歩を踏み出そうと、県漁協などの協力を得て金沢市で1日限定で開催しました。会場には朝市伝統のオレンジ色のテントが並び、海産物や輪島塗りなど39店舗が出店しました。昔輪島の方に何回か行ったことあるんで、またちょっと一緒に、ね、頑張ろうと思いまして。お客さんの方が来てくださって助かります。輪島朝市組合は今後も出張朝市を開きたいとしています。